ちょっとスープ作っていい？やっぱスープよ。え、マジでビーガンラーメン作っていい？玉ねぎ。最後に、味噌も入れない。味噌も入れん。ニンニク。とんでもラーメン、とんでもラーメン、とんでもラーメン、とんでもラーメン。生姜ニンニクスープ。いや、さっきより高い、さっきより高い。野菜の力すげえ。おちょい、もう一声、もう一声来いよ、もう一声来てくれ、もう一声来てくれよ。で、磯のカツオに無色透明ラーメンねえ、俺の見て、みんな見て、すごい清らかな水で作ってるから透けて見えるだろう。これ美しい水で作ってるからこそだからね。さらにレベルアップ、スーパーヘルシー醤油ラーメン。さらにで最後に、なんかビーガンの人たちって肉食わないじゃん。てか動物性タンパク質を絶対摂取しないんだって。何食ってんだろうと思って自分をビーガンってネタにするから調べたら、豆腐を肉っぽくして味付けして食べてるんだって。俺思ったんだよ、豆腐を肉っぽくして味付けして食ってるって、それお前肉食いたいんじゃんって。食いたくないわけじゃないらしいよ。めちゃめちゃ肉食いたいけど、なんとかごまかして食ってるらしい。すっごいハンバーグみたいにして食ってるらしいよ。完璧。それ言うと怒るよ。スーパーヘルシー醤油ラーメンじゃねえや。ぜひぜひどしどしご応募ください。普通のラーメンから、普通のラーメンじゃねえ、ビーガンラーメンだってんだろ。いい香りだね、私は好きですよ。どんどんビーガンが押し寄せてきてる。さあどうだ、入れてみようか、ビーガンラーメン。ビーガン VS ドカチンラーメン、どっちが売れるか。超安い、600円。早速売れてるビーガンラーメン。お前負けんな、凱旋門ラーメン負けるんじゃねえ。買うでしょ、よし、いいこと尽くし。ビーガンラーメン、ビーガン、新ビーガンラーメンねえ、新ビーガナイズラーメン見たい？新ビーガナイズラーメン見せてあげてもいいんだよ。